平野らのけりょうたっぷりの寝癖を公開や質問に回答、フォロワー約250万。素顔に大興奮。元ジャニーズ副社長の滝沢秀明氏が社長を務める新会社、とべ、に合流した元 k n g ボ p スの平野氏様、26、が9日、お出かけ前の姿を披露した。平野は神宮寺雄太、25。 とともに、インスタグラムを開設しており、交流発表から一夜明けた8日には、フォロワーが162番人となっていた。フォロワーはさらに増え続け、9日午後8時の時点で2483番人となっている。8日の投稿は、アーティスト写真撮影時のキメキメショットだったが、9日は一転して頭がボサボサのその姿。 おはよう、小京の出かける前の寝癖乗せておくね、えむたぶん左向いて寝てたんだろうね、えむ。と、毛量たっぷりの寝癖にお茶目にコメントした。レアもの,のプライベートショットにフォロワーは大喜び。く君の寝癖ほんと需要ありありだ。よ、寝癖を無料で見せてくれるなんてく君の寝てた向きまで知れて幸せだよ。寝癖でこんなにかっこいいってどういうこととうはうはだった。 平野は8日夜にインスタのストーリーズでファンの質問にも連続回答。好きなワンちゃんの種類は矢印犬。今何着てるの矢印犬の、出前何撮ったの疑問符矢印あなたですけど、まだ人間関係で一番大切なことは矢印わからん。でも、信用できて信用されることも結構大事なんじゃないかな。 などとたっぷり返信しファンを歓喜させていた。戸部入社の平野仕様、寝癖姿を公開。元ジャニーズ事務所所属の平野仕様さんが、滝沢秀明氏が社長を務める新会社、戸部に入社したことが話題となっています。平野さんは、ジャニーズグループ、KNG&PINS のメンバーとして活動しており、その個性的な魅力で多くのファンを魅了してきました。 その彼が自身のインスタグラムでお出かけ前の寝癖姿を公開し、フォロワーたちを大興奮させています。平野さんは神宮寺雄太さんと共にインスタグラムを開設し、交流発表からわずか一夜でフォロワー数が急増しました。8日の投稿ではキメキメのアーティスト写真を公開していましたが、9日は一転して頭がボサボサの寝癖姿を披露。 彼自身もコメントで、おはよう、小京の出かける前の寝癖乗せておくネーむ多分左向いて寝てたんだろうネーむと、お茶目に寝癖の原因を推測しています。このレアなプライベートショットにフォロワーたちは大喜びし、寝癖姿に対するコメントが相次ぎました。 塩く君の寝癖ほんと需要ありありだ。よ寝癖を無料で見せてくれるなんて塩く君の寝てた向きまで知れて幸せだよ。寝癖でこんなにかっこいいってどういうことといった声が上がっています。平野さんの魅力は、どんな姿でもファンを魅了することができる点にあるのかもしれません。また、平野さんはインスタグラムのストーリーズ機能を活用して、 ファンからの質問にも熱心に回答しています。8日の夜には連続してファンの質問に答え、その様子がフォロワーたちによって喚起されました。好きなワンちゃんの種類は矢印犬。今何着てるの矢印犬の、出前何撮ったの疑問符矢印あなたですけど、まだ人間関係で一番大切なことは矢印わからん。 でも、信用できて信用されることも結構大事なんじゃないかな、といった質問に対して率直な回答をしていました。平野さんの率直な回答やお茶目なコメントはファンにとって大変喜ばれています。彼の人柄や自然体な姿勢がファンとのつながりを深める要素となっているのでしょう。平野志耀さんがトべに入社したことについても話題となっています。 とべは、滝沢秀明氏が社長を務める新しい会社であり、ジャニーズ事務所を離れた平野さんの新たなスタートとなります。彼の才能や個性を活かしながら、新たな舞台での活躍が期待されています。平野志耀さんの魅力は、その外見だけでなく、ファンとのコミュニケーションや自身の率直な言葉にもあります。 彼のインタビューやイベントなどでのパフォーマンスを見ると、自然体でありながらも、プロ意識を持って取り組む姿勢が伺えます。また、ファンへの感謝の気持ちや自身の考えを素直に伝える姿勢も魅力的です。平野志耀さんは、ジャニーズグループ、KNG&PINS としても活躍していた期間があり、その活動を通じて多くのファンを魅了してきました。 彼の個性的なルックスや華やかなパフォーマンスは多くの人々に強い印象を与えました。そして彼の音楽やパフォーマンスだけでなく、その人柄や率直な姿勢にも多くの支持が集まっているのです。平野紫耀さんがインスタグラムを通じてファンとのつながりを深めていることは、彼の魅力をさらに引き立てる要素となっています。インスタグラムは、 彼がファンとのコミュニケーションを取る場として活用しており、フォロワーたちとの交流を楽しんでいます。ファンの質問に対する率直な回答やお茶目なコメントは、彼の人間味や親近感を感じさせ、ファンとの絆を深めています。平野志耀さんのフォロワー数が急増していることも注目されています。交流発表からわずか一夜でフォロワー数が増え続け、 現在は約250万人に達しています。彼の人気は日々広がりを見せており、多くの人々が彼の活動に注目していることが伺えます。飛部入社によって、平野志陽さんの新たなステージが始まりました。彼の才能と個性がさらに開花し、多くの人々に感動や喜びを届けてくれることでしょう。今後の彼の活動にますます注目が集まり、 彼自身も成長を遂げていくことでしょう。ファンと共に彼の輝かしい未来を見守っていきたいと思います。未来を見ま、